跳ねた読んだエンジリックスの部下の女の子に詰められてファンになったっていうおじさんがペッタさんのツイッターで反撃しててすぐ読んでくれるなんてって言われて、で2人にもしてくれて今日忘れてた。で思ったのファンレターってなってないんだよ俺たちね。いや私も書いたことないんですよね、手紙は。マリちゃんには。マリちゃんの時はもらった。昔はねよくもらってたけどね。メールしか書いたことない。ほとんど和刀だったんで。これはそのあれ会社の上司がくれたの。いや、やっぱ上司じゃなくてその当人。はい、当人来てくれた女性の方がそれをピンはくれ。あ、ピンはくれたんだ。ネクタイは違ったよね。ネクタイは多分別の方だと思う。別だよね。あれ、そこに座ってた。私に聞かないでください。知らないですよ。ペッタちゃん経由でもらわなかった。あれ、私経由じゃないですよ。違った。はい。あれ、まだ始まってない。いや、始まって。始まったんですよ。今、ごめんなさい。はい、なんでさ、すごい熱烈じゃない、うん、で、ジョンさんとかシンガポールのなんとかさんも、うん、すごい熱烈じゃない、ものすごく熱烈な人が少数しかいないんだろう。ちょっとだけ熱烈な人がいっぱいいた方がいいような気がするんだけど。難しいところですよね。ペッタちゃんもそうだけどさ、その一人だけど、本まで押してくれてる人がいて、それが広がらないのはなぜかなって。だからその人たちにとっての魅力が、ポピュラリティがねえってことだよね。もう配信されてました。はい、あ、されました？にしても、こんばんは。どっから始まってんだかね。だいぶ前から。いやいや。前からされてましたね。もうすっかり涼しくなって。そうですね。ねえ、もう夏、最近本当に春と秋がなくて。今日は暑かったでしょうよ。今日はまあまあ暑かったけど、ね、ずっと。と裸で生活してるじゃん。いきなりなんか裸が寒くなっちゃって。わかるわかる、うん、で俺も寝る時も何もかけずにすっぱだかで寝てるんだけど、原始人だなお前。寒俺も裸じゃないよ。なんでかっていうと汗が地域に染み込んじゃうから帰れんじゃん。で前に来たけど行かないじゃん。それはそうだけど、でも T シャツとかなら変えられるから。汗かいてないよ。寝てる間でしょ、うん、汗かくんだバカ。かいてないと思う。無知だな。コップ一杯分とかだと、ね、コップ一杯分、冬でも。いや、かいてないと思う。汗かく。死んでる。死んでる。かわいい。冬でもコップ一杯分かな。そうですよね。夏なんかもうもっとかいてる。全然だってパジャマ着てたとしても、パジャマじゃ汗でこうべっとりしたことある？あるよ。あるあるあるよ。着てねえからわかんない。エアコンガンガンで寝てるかもしれないけど、冬でもコップ一杯なんだから出てくるの、しょうがないの。汗かいてると思えないけどな。君の体質についてはわからんけどな。なんかもう超人になるかもしれないけど。寝てる間汗かかない。もう汗が寝てる間は新人体じゃないって。その分おしっこにして流したもんね。そうだからね、なんかおしっこになる時間が年々長くなっていかない？前、若い頃は間飲んだらすぐ出るような感じが、うん、今のこの時間に飲んで、今は8時ちょっと過ぎだけど、これが明日 の明け方の5時か6時ぐらい。そこまではないのよ。だからその間に行かないでしょ、トイレ。行くんだよ、行くんだよ、行くんだけど、それが朝飲んだやつが出てきてんじゃないかと。まあ、で大の方はその可能性あるけど、まあ、大じゃなくて小の方。小はビール飲みはすぐ出てくるじゃん。ビール特に利尿作用があるから。違うんじゃないの。じゃないと、うん、だってそのまたトイレで目覚めさまさん嫌だから、あんまり10時以降とか飲まないようにしてるのに。それもね、考え物だって。じいさんは、うん、そういうじいさんが多いんだって、うん、そうすると夜中に脱水症状で具合悪くなったりするから、飲んだ方がいいんだけど、飲むとトイレが頻尿になっちゃうからっていうんで、微妙なところなんだ。いや、そんなもんで脱水症状とかなったことある？だって俺はだから飲む派だから。コップ一杯ね出るって聞いたんで、その間に寝てると喉乾いたって思えないわけじゃん。
うん、君なんかそれやばいの、あの熟睡するから、うん、もう本当は脱水症状なのにもうそのまま干からびて死ぬみたいな乾燥し死んでミイラになって、いやだの喉乾かないよねそんなに。だけど年寄りはその熱中症もそうだけど、それは本当一生懸命あの喉乾く前に飲んだ方がいいと。いや、まあ、その話は聞いたことあって、俺もあのエビアンをボトルで何本も買って一時の飲んでたんだけど、なんか変化ねえし、あ飲まなきゃ出ないんだから飲まない方がいいやみたいな。そうで、あのなんかあの目覚ましてトイレ行くじゃん、それが嫌なんだよ。もう一度寝たらあの8時間なり寝てたいんだけど、そうするとすげえな8時間寝るって。そのためにはずっとの水分取らない方がいいと思うんだけど、だけどこの時間に飲んだものが俺は明け方の5時ぐらいに出るんだと思うんだ俺は多分起こされちゃうんですね。この2、3時間後にトイレ行くのはその昨日の分、あそうそう朝の分とかね、体調がおかしいんじゃない。いやどう考えてもね、そうとしか思えないぐらい、うん、またその朝の 5時とか6時に出るわけよ。だってその飲んでないのもずっと大量に出る、大量に出るんですよ、めちゃくちゃ。70超えるとほとんどの人が老人性不眠症にかかるって言われてて、俺はもうとっくに不眠症なんで、慣れてるんだけど、なんで君だけは熟睡するの？それは分かんない。でもなんかね、呪われてるのかなと思ったら、この風に吹かれてのお店でも、あの同年代の人に聞くとみんな寝るのよ、よく。あ、そうなんですか。だからなんで老人性不眠症ってみんな俺の仲間になってくれると思いきや、はい、誰もみんな、ね、寝れるの悔しったらあれですね。そう、だから俺 の大学とか仕事 の仲間も2つに分かれるね、うん、でも大概みんなもう、ね、あの60過ぎぐらいからみんなあんまり寝ないって言ってなるよね、うん、3時間ごとに起きるみたいな。吉田拓郎も言ってた、大谷翔平がものすごい好きらしいね、バスのちょっとした移動で寝て、だからあの二刀流が続けられるんだって、あの遠征バスとかでもうここでもすぐ寝るんだ。あの運動量考えてごらんよ、だってあれはもう寝なきゃやってられないでしょ。そうだけど、もあの若い頃からずっと寝、とにかく寝つきがいい。アスリートの不眠症とか聞いたことねえけど、なんだ君はあれだよね、あのコロナの時にあのなんか静岡から浜松で寝たよね。静岡から浜松で寝たんですか。新幹線で県内で、うん、俺だってとにかくあの乗り物で動く始めると寝るの、赤ちゃん。だからもうあの頑張って起きて、あもう次だから絶対寝ないようにしようと思って、山手線でも乗り過ごす、次だからなと思って。山下の一緒にベネチア行った時も離陸と同時に寝て、はい、着陸と同時に起きるんだから。いいですね、もうバリバリ元気なんだよ。すごい腹減ってるだけ機内食食わなかったから腹減ってるだけで。まあ、でもあの人間の睡眠時間ってこの間学者が言ってたけども、 DNA に刷り込まれてるんだって、うん、だから適正睡眠時間っていうのは、だから俺の後輩で1日3時間しかもうずっと3時間しか寝ないやつもいる。それ以上寝ると頭痛くなっちゃって、あの調子悪くなるっていう。でそれは3時間しか寝ないあの DNA なので、多分俺とかは9時間が適正で、そういう DNA なので、よくその1日24時間しかないのにもったいねえとかって言うけど、あれだね、あのそんなことはない。自分に都合のいい論理はすぐ取り入れるんだよ。だって学者が言ってんだから。いや学者が言ってるって言ったら、俺は宗教で知り合い、その学者が言ってんだからってどういう説があるのかと。で その学者が9時間寝ないとダメなんで、石原慎太郎とかもそうだったらしいんだよ、9時間寝ないとダメで、適性が。それはあの最近の流行りで言うと、あの良い睡眠をとってないっていうとかもしれないよ。3時間で、生活できる人は3時間すごい良い睡眠をとって、それはあるかもしれない。9時間使ってるっていうのは実は睡眠が浅くて、ノンレム睡眠が短い、うん、何回かやっぱり寝てられて3回ぐらいないといけないのが1回しかないとかっていうのは、あそれはあるかも。具体的に言われますか、11時に寝て朝の7時に、まあ、11時に寝ることはないですけどね。そうすると1
つもだろう、ね、1時、12時に寝て8時間だったら朝の8時、まあでも実際のあれをかなんていう、最近アプリあるんじゃないですか、睡眠をこう測る。 あ、 ありますね。あれ見ると大体6時間ぐらいですね多分。でもあれでしょ、明日早いから7時に起きなきゃと思ったら計算して10時に寝ればバリバリ元気になるでしょ。まあでも10時に寝ても多分ね、それは逆に寝られないんで。寝ないですよ。寝ないの。入眠はできない。睡眠時間。分かんない。10時に寝たことないから。ベッドが動けば寝るんですか。ベッドが動けば。え、何時に寝るんですか。俺はね、11時半に寝ます。酔っ払ってあれでしょ、落ちちゃうって感じでしょ、ごっつぁん。俺酒飲まないから。いや、入眠と違う。入眠じゃない。入眠と落ちるはだいぶ違う。落ちてから一回復活して、それからシャワー浴びて寝る。その時は寝れるんですか、薬使わずに。いや、薬は毎回飲んで。飲んでんの、ごっつぁんが。毎回飲んで。睡眠導入剤。飲んでるんですか。飲むぐらい。俺もう毎日どころか、あのさ、2回ぐらい。ポニョ歌うときに一度だけね、宮崎駿、久石譲、鈴木敏夫、藤岡藤巻の5人で一回だけミーティングしたんだよ。すごいね。したらその時に、これも前言ったかもしれないんだけど、宮崎さんも久石さんもやっぱりそんな不眠症なのよ、どっちかというと、うん、で藤岡もそうじゃない、はい、で鈴木さんと俺は違うのよ、うん、で、あの宮崎さんがあの睡眠導入剤を飲んでるって言ってて、で僕はこういうの飲んでるって。久石さんは何飲んでるのって聞いたのよ、はい、したら久石さんが、僕はね、こうなんとかっていう商品名を言ったわけよ。したら、はい、宮崎さんが鼻で、あ、軽いねみたいな、なんかバカにしてるに言ったわけよ。で、藤岡さんは、俺も言わなかったけどバカにしてた。そうなんです。藤岡さんは何飲んでんのって、藤岡は、僕はこういうの、本物ですね。あの背筋伸ばしてさ、こいつらのヒエラルキーって何なんだろうってさ、この不眠業界のなんか あのあれがあるんだ、ヒエラルキーがあって、藤岡がその頂点に立った、その時。あのでも俺はもう、あの宮崎さん以上のベテランだから、その時はデパスだったと思うんだけど、やめた方がいいよと。今俺はハルシオンにしたけど、なるべく軽い方がいいと。なぜならば依存度と効き目合うヘッカーのリンクしてるから、なるべくもうデパスの飲まなきゃ絶対寝れなくなっちゃうから。なるほど。もうね、っていうのを、うちのもう神さんまでデパス飲んでんだけどさ。あ、そうなんで、やめた方がいいよって言ってんだけど、あのおばあちゃんが95歳でデパス飲みまくって、あれまだ生きてるの、30年飲んでて、だからもう95歳のおばあちゃんに依存性がありますよって言ってもう依存性、それいいの私。うちの親父が96で体に悪いって禁煙したのと同じなの。今頃禁煙しなくていいんじゃないのってこと。皆さんは眠れてますか。眠れてない人ぜひメッセージください。ですね、眠れてない人、あ、メッセージは、いろんな方法ありますよ。積み天さん9時間睡眠ですって、藤巻さん派の方ですね。あ、それはそういう DNA なのね。でワークメイドさんは65歳ですが、6月から夜勤勤務、昼間の睡眠は2時間起きですって言ってますね。え、昼間の睡眠、夜勤で昼間睡眠は2時間起き。あ、夜勤明けはね、夜勤明け、うん、っていう睡眠関係はこの辺のコメントが来ておりますね、うん、もうね、さっき話を続けて、鈴木敏夫さんってジブリのプロデューサーは、はい、宮崎駿さんは不眠症のやつの言うことしか信用しないらしいのよ。おいで、宮さんの前では、はい、鈴木さんは不眠症を装ってんだって。で、で朝会社で、はい、宮さんにこう会うじゃない、はい、そうするとその前の晩よく寝たにもかかわらず、はい、あー、なんか昨日もあんまり寝られなくてって言うと、宮崎さんはだろーって言って嬉しそうにするんで、いや、いつも宮さんの前で不眠症よそって言ってた。大変だなだろーって言うと、もう嬉し、人が不眠症だと言うとね、すごい嬉しそうにする。仲間がいて、だから俺のそのおかげで宮崎さんと仲良くなれて、うん、例えば新作を作っていて、話すストーリーに煮詰まってくると
あの帰りに車で帰る当時帰ってたらしいんだけど、はい、その、ね、寝るときに出ちゃうじゃない。あのあとあこうすればってなったらもう終わりじゃない、絶対寝れないじゃない、寝れないですね。その時にどうするんですかみたいな質問したのよ、はい、ものすごいこうディープな質問なんだ、うん、だからあの言い方が言う時だったんだけど、この思考が脳にギューッと入ってくると眠れなくなるから、そのギューッと入らないようにしてこう散りばめるんだっていういろんなことを考えてでチュッ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 って入っててあの、うん、散らかすと眠れるんだけど、確かに言われるように俺が言ったようには何かの場面の展開をギューッと上がると脳にグサーって入るからもう覚醒しちゃうって言ってて、その方法をそれを散りばめるのはどうするんですかって言ってもそれは分かんないって言ってたんだけど、まあ、いろんなことやってっていう、あの苦しんでるあの無心だから、うちの娘が中学生の時に、まあ、宮崎さんにインタビューしたことあったんだけど、はい、その時にそのもそれをストーリーとか考えてる時って皆さんの表現だと脳を開く、開いてるんだって。で開いてずっと考えてるから開いた状態がずっと続くと、まあ宮崎さんの知り合いでその状態になるともう 眠れないんで、でもうずっと開きっぱなしでずっとやってた人が1週間ずっと寝ないで起きててパタッて死んじゃったことがあった。でそれ以来そのとにかく毎日夜の9時になったらもう10時だったか忘れたけど、あの仕事辞めて家に帰ると、うん、もうジブリ、ジブリからシャッターを下ろ す。でそれを車でその当時は通ってたんだけど、所沢あの東小金井から所沢まで車を運転しながらバスの数を数えるんだって。ああ、一緒した、うん、で、あ1台2台でもう、違うことをするんだね。違うことで、で1回はあの最終バスってこの行き先が赤くなったりするんだよ。最終だとか思ったらそのバスくっついてちゃったりしたんだって無意識のうちにでとか。でもさ最初はあの自転車の数を考え数えてたんだって、はい、で自転車が1台、自転車が2台って所沢にこう帰るまで、それでだんだんこう脳をこう閉じていったんです。だけどそう交差点とかでこうやって、あ、自転車ないかなってちょっと事故りそうになったことあって、あ、これ自転車まずいなって思って見つけにくいし、でバスに変えたんだとかって言って、そのアドバイスも聞いて、あの他にもあのナンバープレートの数をあの足し算して遊んだりして、あのさっきの出す15だ、今度も15だみたいな、はい、とにかくあの違うことをしようと一生懸命、それは大変でしょうよ、あのクラスのクリエイターは。いやもうね、半端ない苦労してるよね。そうですね、うん、やめなさいって感じですね、僕は聞いたもね、はい、本当だよね。あの車運転するときに余計なものがないね。もうね、80過ぎたんで車はやめて今は、うん、はい、はい、何か、じゃあ次は今日のテーマですね。これもすごい盛り上がってますね、いろんな方が。なんかお答えしたいですね。ジュンジュンさんは寝つくまでに最低1時間はかかって眠りが浅くて常にだるいです、うん、まあね、はい、そうなんですよ。ポッキーさんはハルシオンは本当に意識なくなりますね、一時半分だけ飲んでましたとか。割れるからね、まあ、あ、そうなんですね、長い。あ、じゃあ半分だけ飲めるんですね、うん。なんかもうそ、でもハルシオンも今依存性を摂取されて控えるように。あ、ダメなんですか、うん、全部読みます。はい、睡眠悩んでる人多いんだ。睡眠の話すごい盛り上がってますね。盛り上がるのね、意外と嬉しいな。今日もこのテーマにしますか。今麻薬だからね。俺飲んでるのはあの依存性がね一番弱いあのベルソマラってやつなの、名前のベルソマラってすごい名前なんだけど、はい、それを変えて今度はデゴビアっていうまたすごい名前になってきたんだけど、それつけあのもちろん医者からもらうとこういう性格だからネットで調べるんですよ、とことん。で、あの石のページとか行って、はい、ベルソマラの面白いのはあの副作用として悪夢を見るって書いてある寝られるけど悪夢で驚いたのはそれを読む前に悪夢をいっぱい見てて、ぴったりの、すごい悪夢もすごいのよ。あの俺の場合ハリウッド映画好きだから大好きスペクタクル悪夢もう
もうアベンジャーズからスターウォーズからゴジラがみんな登場してる中で俺が悪魔でって、なんかもう起きた時にはもうほんとヘトヘト、くったりします、地球を救ってんだからね。アベンジャーズ一晩で。でもあの決して楽しくないことないんで悪夢ぐらいいいかなと思って。あ、そうなんですか。はい、で今日はあの、はい、そんなこともありながらの、没曲を、ね、この間新曲、こうなんだ検討会っていうのをやったんですけど、ライブの前だったんで、でまあいろいろ引っ張り出してみたら、あの藤岡はじめきファイルに、千いくつの、あのファイルがありまして、まあ酔っ払った時にこうちょっとこうメモ代わりに、作ったような歌を、歌が山のようにありまして、でこれね、あの今日10曲ぐらい持ってきたんですけど、これでも半分ぐらいでまだどうしようもない歌なんですか、ね、今日はあのやるのはどうしようもない歌ですからね、ボツですから。でもひょっとしたらね、あのチャットの皆さんとかが、あの面白いからちゃんと作れとかいう励ましのお便りもいただけるかなと思って、あるいは藤巻君が、はい、あのこうしたら面白くなるんじゃないかみたいな、まあ、そこはあんま期待してないですけど。藤巻君はあの俺が作る曲に興味がないみたいなんで。なんだってあのね、割と最近俺はヘビーメーターが大嫌い、はい、やった時に好きなんだよこの歌って言われて、今までに好きだった、早く言えよ、分かるよ、忘れてましたよ。であのちょっと藤巻君も絶対覚えてないだろうけど、ペッタちゃんあたりは聞いたことあるって言いそうなね、審判室、そうですよ、人生は川の流れのようだという曲を、はい、これはあの、美空ひばりさんのね、秋元康作詞、川の流れのように、うん、あんなしでいいんだったらこれでいいんじゃないかっていうっていうことで作ったんですけど、この間検討会でもやりました、あのボツになったあのバカが作った愛の歌という、それと同じように理解はされないかもね、うん、そうです、人生は川の流れのようだ、人生は、ボス曲ですからメロディーいい加減ですからね。人生は川の流れのようだ、川の流れは人生に似ている、川が流れて、あ、川が流れ、あ、川が流れて行くように、人生も流れてく、例えるならば人生は川だ、川の流れは人生のようだ、そして川が流れてゆくように、これからさ、あのもう川といえばあの黄河だとかさ、いや待てよ、あのアマゾン川もいいかもしれないとかさ、そのなんかどんどん川が、あ、俺は川が大好きだ、川だ、川マニアの歌、川マニアに食ってくったの、やっぱり川は素晴らしい、俺は川のためなら何でもできるぞ、人生って歌ってたくせに人生がどっか行っちゃって川が荷物になって川といえばアマゾンだ、いやだからめちゃいいアイデアだけど、今の歌でも全然笑えない人いっぱいいると思うんだよね、普通に言うたじゃんみたいな、 メロディーも今良かったし、適当にしてはね、あの歌詞一生懸命聞いちゃったけど、あの難しいかな、好きな歌でもない、難しい、これ撮ってくればいいから、そっちへの展開は、うん、あ、何、スパチャ、1枚スパチャ、スパチャが届いております、今のです、今のでですか、今ので届いております、今のでですか、あのシンガポールのヒロさん、ああヒロさんありがとう、はい、あの、はい、10.00 シンガポールドルいただいております。ありがとうございます、はい、すいません、それがいくらなのかさっぱりわかんない、相変わらず、これはあの昔やったんですよ、あの
どこかに幸せな人がおらんかねっていう。タイトル最高だね。うん、これあの妖怪ソングね、僕あのタンズリババアとかの流れなんですけど、このおじさんの妖怪なんですよ、これがね。夜な夜なこう幸せな人を探して。あの恨んでる、あで遠くからこう幸せな人を見るとこう念波を送るだけなんで悪さしないんですよあの不幸なれ不幸なれ不幸なれっていうおじさんの妖怪がいたとしたらっていう感じの聞くとこですね。どこかに幸せな人はおらんかね。足が来るねえだろうね。ねえだろ、いっぱい曲ができるね。いっそいっそ家に帰るサラリーマン、家族で晩ご飯じゃないだろうね。かわいい紙袋ぶら下げて、まさか子供へのお土産じゃないだろうね。そんな親父は今どきいるはずない。そんな幸せは絶対許されない。みんな不幸に決まってる、みんな惨めに生きている。どこかに幸せな人はおらんかね。なんでボツなんですかこれ。でもさっき始まる前に話したあの緑黄なんとか、緑黄なんとか、緑黄社会、それとも真逆の、真逆の、そうだね。えこっちはダメってことなんだから。いや一般受けはしないよ、ね、ない、あのでもみんなそう思いませんか。あの人んちの幸せ、人んちの家庭って幸せそうに見えるじゃない。見えますね。だからできれば不幸になってもらいたいなっていう。人の不幸は蜜の味だから。それは確かに思います。ね、あの隣 の, かあの家族の旦那が失脚したとか。だからこのほんの少し嬉しいじゃないですか。もうだからどっか幸せな人おらんかねで、幸せな人に対してはこう何か。こうなれっていうのが入った方がいいよね。あのあれあの死ねバレンタインデーのアリに食われて死んじゃえとかさ、そういう的な、なんかあの犬のうんこ踏んじゃえとか、そうそうそう君を許さないですね。あの展開としては妖怪ですけど能力はないんで犬のうんこ踏ませるぐらいしかできないっていう。はい、はい、でジョンさんからスパチャが届いておりまして、どうもいつもありがとうございます。台湾200ドルいただいております。ジョンさんありがとうございます、はい、でジョンさんからさっきコメントも来てたんですけど、はい、今度藤岡藤巻のライブはいつですか。もうすぐ日本に行くことできますよ、皆さんに会いたいですって。ああ、はい、クリスマスにね今企画してるんですけど、場所がちょっと探して、そうですね、クリスマスやりたいですよね。できればクリスマスにふさわしい場所をね今探して、そうですね、ここはあのどんよりしてるってね、ふさわしい場所でやりましょうね。だからあの12月26日とかにクリスマスで空いてるんだよ。もっと結構空いてるね。あれだよね、ホテルのよくディナーショーとか遅くまでやってますよね、クリスマス過ぎてるのに、うん、何がクリスマスディナーショーでやるって過ぎてるよ過ぎてるやん。次はクリスマスディナーショー、明るい歌ですよ、はい、あのこれも知ってるんですか。あ、はい、うん、ペちゃんこれいいって言うよね。私これ大好きですね、うんうん、どうですか、なんでボツなのってぐらい、なんでボツなの。これね、手伝ってほしいね。ペッタさんもその辺から大声で、はい、こっちの右の叫ぶやつね、あの、ね、あの、かわいいかわいい。これ最初、田中マー君応援歌だったんですけど、あの時代とともに変わってて、で、AKB の時にこれ作って、やったかやらなきゃ覚えてないんですけど、AKB の時に作ったんで、もうあんまりあのタイムリーじゃないんですけど、AKB 応援歌という。はい、揺れてんだから応援してどうすんだって。おめえを応援する。
りだ。 AKB は理想の娘だ、娘だ娘だ。 AKB はみんな可愛い。そうかそうか。 AKB はアイドルの番組だ。歌ひどい歌ひどい。AKB は日本の誇りだ。ハチだハチだ。 AKB は理想の娘だ。金持ってこい金持ってこい。なんとなく大嫌い。なんでこんな大嫌い。よく見らブスばっかし。応援かっこいいよ。これを歌詞聞いてなきゃ別にね、応援パスで。ここだけ聞いたらな、歌ひどい歌ひどいだけ、あのえ、なんつったみたいな、うん。鏡っていう字が違うけどね、これ。本当だ。うん、田中マグの時は、ね、確かに、ね、あの、なんだっけな、怪我しちゃい、怪我しちゃい、こういう。単なるひがみの歌だ。石川遼だ、石川遼。石川遼が最初に。バンカー、バンカーとかってやりましたよね。それ、ウィザウトでやったんだ。ウィザウトでやってて。だから、ね、活躍してる人が嫌いなんですよ。もう理由もなく嫌いな。今の大谷翔平にすればいいかね、大谷翔平。なんとなく大嫌いって、あんま知らないでしょ、大谷。別に嫌いじゃないよ。そうなん全然。はい、じゃあ次。はい、スパチャが来ておりまして、はい、椎茸さんからライブでかけてみんなでシャウトしましょうって610円いただいております。でもさ、でもさ、あの、お茶の間目指したいんでね。もうね、分別のある70のジジイだ。分別のある70ですか。そうそうそう、分別のある。ま、次もこれ替え歌ないないなんとか。あ、これは昔やってたよ、ね。100% そうかもね、渋谷二人のね、うん、それを 100% 嘘かもねっていう、あのおじさんの歌にして。タイトル森行の城なんですけど、100% だったらそうかもねじゃないじゃないですか。まあそうだね。100% 嘘かもねっていうのは、キャバクラの現状としてはね、 100% なんですよ。嘘なんですよ、あれは。なるほど。聞けますか？ 100% できないですよ、キャバクラでは。わかりました。90% そうかもねならわかるけどな。そうだな。そうそうそう。それを新しい選手に、これ以上、ま、あの真面目な歌なんですけど、あのちょっと、はい、ね、笑かしたついでに、本当ね、もう暗いんですよ、これ。いいっすよ。いい加減な出会いを人は
とか呼ぶんだね。顔だけで決めたやりたい気持ちを愛とか呼ぶように、時間に負けてしまう思いを結婚でつなぎ止めて、他の女に手を出さないように、夫婦という形で抑える出会い絆家族友達仲間Love and peace。 笑っちゃうよね。いやいいっすね。これいいね。これあのぜひとも統一教会の前で歌ってほしい。けっ、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 これもう人生の真理だよね。なんかアンコールだ、アンコールだ、アンコールぐらいの、うん、あ、いいですね。いいね。まあ、磨けば、これ磨こう。け、うん、いいっすね。け、いいっすね。じゃあ次はもうみんなでけって言う。どんどん。意外に受けるんで嬉しいなこれ。次は、うん、我々はだからあの不統一教会かなんか作ってこれをあのテーマ曲にして。なるほど。あの少しでも家族を乱そうと。そうそう、あのいいね。不統一教会を。不統一家族なんとかみたいな。うん、もうでも本質はこっちでしょと。あなたたち。無理でしょうと。いいね。いや、評判もだいぶいいですね。え？あのさっきの曲人生2022とかすごいコメントでめちゃくちゃいい歌とか、メロディーが面白いですとか、すごいあのその前の曲もそうですけど。あ、もう評価高い。はい、すごい評価来てます、いろいろ。お、嬉しいですね。メロディーいいんですよね。あのメロディーですね。ねえ、あの誰のメロディーがいいんだ。誰かわかんない人に感謝しなきゃね。これ今のはパクリ元わかんないんで、誰かわかんないけど感謝したいですね。ええ、無駄にいいんですよね。綺麗な、ね。はい、じゃあ次はもう、はい、道具ですよ。ね、道具ってしてます？あの。もうしてますよ。ハニワのことですけど、かっこいいね。これはね、難しいんですよ。これロックだな。ロックなんですよ。ですよね。これなぜかね、川島くんが大好き。一回ね、ウィズアウトでやったんですけど、清野監督と川島くんが大絶賛で、あの、なんで土偶の歌作ったんですかみたいな。そうそうそう、これ下の方で。ひどいな、大丈夫これ、でも曲すごいかっこいいですね。これバンドでやったら川島君が大踊りで、いや、いい、かっこいいと思う。かっこいいのに、なんで土偶なんですか。残念がすごくいい。残念でしょ。かっこいい。めっちゃただこの続くのは、続くのはこの勢いで書いてるんでね。そうだな。でも、面白いね、これ。だから土偶土佐か。なんかそれ風のさ、もっと こっち行っちゃうと多分今の時代まずそうだから、うん、そうだね。だからあのむしろ土偶に匹敵する。そうそう、そういうことだから。例えば、まあ、人間同じ人形じゃだるまとかさ、土偶に怒ってるわけですよ。そう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 、だるまいいだるま、うん、とかそういうだるま、あのもっとだから
同じ土偶とだるまだと同類だから、なんかちょっとこう何でもいいんだよ、このコップとかさ、マイクとか、そんなことに怒るんじゃないですか。なるほど。あ、いいですね。なんかだるま近いけど、まあなんかそういう土偶と同じもの、あ、似たようなものな、なだから意味、怒っても意味のないもの。そう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 、面白いよね。うん、で最後にじゃあ藤巻とか言ってちょっと考えろ。怒っても意味のないもの。ログにと並べるってどうですか。少しは前に行け。怒っても意味のないという意味では、で真っ先に浮かぶのは藤巻ですよね。3番でそれは、はい、ちょっとそれは面白すぎますね。ライブでやったら絶対受けそうだ。これは素敵なんじゃないでしょうか。絶対受けるな。これはもうやらせてくれっていう名曲があるんですけど、評判良くないから、それがね、もう評判良くないんで、改めました。はい、あの言い方がまずいんだと、やらせてくれって。で、やらせていただけませんかってすれば、許せるんじゃないかなと思って、このセリフの部分を藤巻君、突然ですが、今日、ああ、はいはい、やってくださいと。素敵な店でしょう、今日こそやれますよね。夜景も綺麗だし、やらしていただけますよね。ワインはボルドーにしようね。僕はあんまり飲みすぎると立たないんで。カルパッチョに合うよ。カルパッチョ見るともうあそこにしか見えないんですよ。みたいな。いいかもしれない。ヘリフであれば。ね、やっぱやらしてくれっていう高圧的な、それがね、そう、あの昭和の男だからね、やっぱり令和はこのままどんどん器用で、できればやらせてなんとかやらせていただくわけには、いかがでしょう、やらせていただくわけには参りませんでしょうかっていう、だいぶ見つきましたよね。かなりもうちょっといいねいい頃じゃないかと思うんですけど、今度これでやろうよ。面白い。やっぱ無理ですかね、やっぱね。ひどい。これいい。エミさんから、余計いらしいおじさんじゃないですか。キモさ倍増ですね。いやいや、だってそんな謙虚になってんだから。なんでだけどね、謙虚じゃいけないですか、この。もう令和なりに おじさん、昭和のおじさんも変わろうとしてる。時代に合わせて。時代に合わせて。口調が変わって。面白いな。よく昔会社にいた頃に、帰国不思議城の英語使いの OM に、Would you please fuck you? Would you please fuck you? みたいな。Fuck! すごい怒られたことあるんだ。Would you please つければいいってもんじゃないんだよ。言い方じゃねえんだ。次はね、ちょっと2枚向けちゃいましたかね。あれちょうどいいや、盛り上がってんじゃねえっていう曲が間に、はい、逆じゃない、順番が逆ですね。まあいいや、盛り上がってんじゃねえよっていうのはもうあれなんですよ、この後にあるの。あ、じゃあ逆ですかね。飛ばしますけど、いいや、これ飛ばす。要はドラムでこうパンクなんですよ、君の好きなパンクで。わざわざやるのちょっとそれじゃあ後でやりますから、なんかこうパンクギンギンでドラムだけになって、君がセリフを言うんですよ、ちょっと近づけないけどね。期待しないでください、私は皆さんの期待には応えられません。ちょっと暗い感じがいいかな。いや、むしろ皆さんの期待に応える自分が嫌なんです。私は本音を歌いたい。今はできませんが、いつかは歌いたい。どうしやです、自分で。自分で言いながら虚しくなってきた。なぜ人は歌うんでしょうか。音楽なんて楽しければいいだけなんでしょうか。盛り上がればそれでいいんですか。踊らされるなよ、盛り上がってんじゃねえや、盛り上がってんじゃねえや。手拍子を強制するっていう。
ましょうよ、うん、これあのだから言ってんだろ手拍子してんじゃねえよこれ愛原なんだっけ漫画家の愛原浩二の一コマ漫画であるんですよ、パン、うん、カージャンキャパンキャルが客に向かって客を大乗りで立ち上がってやって、うん、踊らされるなよって踊ってるっていう面白いねそれめっちゃ面白いそれにヒントをってんじゃんかよみたいなこれやりますこれやろうこれ、ねね、本当に最後のゴムウリ歌戻してもさいいこれがまたねいいんですよ子守歌を作ってみようと思ってね、はい、大丈夫だとゆっくりお休みみんな一緒だよみんな死ぬんだよ大丈夫だよあらゆる悩みがもうすぐ消え去る日が来るんだよ地獄なんてない痛みもなくなる傷つけ合う日々は終わるんだお前はいなくなるみんないなくなる人はもうすぐ会えてなくなる眠くなるでしょこれ子守歌なんですねハッシュバイハッシャバイ昔あのうちの親父が100歳うちの親父103歳まで生きたんだけど100歳の頃にやっぱり不眠に悩まされたことがあってなんか最近眠れねえって言うから大丈夫だってもうすぐ永遠に寝るから今ねあんまり寝られなくて大丈夫だからすごい長寿家系なんですねうんだしそのこの曲はですねアメリカでやったら逮捕ですね最後だったアメリカでは逮捕性格まで DNA だよねあのもうすぐ新生の人生にそんなこと言えないでしょ普通もうすぐあのいくらくらいなんだからってそんな不眠なんか気にしなくていいよ、ね、高田渡知らない人には全然面白くないですけどよくできてるんで、うんはい、高田渡知ってますよ、ね、高田渡がのライブとかあのここでもね風に吹かれてても高田渡追悼イベントみんなやってますけどそこで高田渡るの一番のヒット曲って何ですか人生は自衛隊に入るのを歌ってたんですよ歩き疲れてはよそらどういう意味自転車に乗ってもそうでしたっけ母ちゃん母ちゃんうまくやってくれ後ろに乗ってるのは俺の母ちゃんだからねってあんまりヒット曲ないねアメリカのカントリーの日本語版が多いあ、そうなんだ大嫌いなんですよ意味なんかない意味なんかありません歌に意味なんかありませんギターを弾きながら雰囲気で歌ってはれば味があるとか言われるんですメロディーなんかもどうでもいいんですコードなんかもどうでもいいんですアレンジもコーラスもむしろやらない方がだんだん味が出るらしいんですバカですフォークシンガーはバカの方が尊敬されますバカです聞いてる人たちもだからフォークは民衆の歌なんですいい歌だな普通だな普通に全然バカにしてねえのに伝わらないなこれ高田太郎飛ばされましたこれ何歌ったの高田渡るのファンの方とかいたらコメントをですね桃の子ファンでやったら多分こいつあるんですよはい
老婆というちょっとシリアスな歌なんですよ。あの夏終わったんで、あのうちの近所は門前町なんで、あのお寺が多いんで、ばあさんがいて、で名前のない老婆がいる。この老婆ウィズの意味っていうのは、あの知ってる人もいると思うんですけど、ね、ブレッドでしたっけ、アメリカ、アメリカだ、アメリカっていうバンドの、ホースイズノーネームって名前のないのがあって大ヒットしたんですよね。な、ローバーってのは馬っぽくていいじゃないですか。メロディーがね、全然覚えてないんですけど、井上陽水って書いてあるね、井上陽水、井上陽水真夏の炎天下、老婆が歩いてる、汚れた川沿いの道を老婆は何もなさずに喜びも涙もなく彼女は死ぬ、寿命を終えて右足を20センチ前に、その後井上陽水のアルバムにこういうの入ってたでしょ、こういう。都会ではない、うん、そうだね、都会ではない、で、内容がさ、こんな感じなのよ、ね、何言ってんだ分かんねえよっていうっていうだけなんですけどね。あ、これずっとこロールで歌うとすごそうなんですけど、なんかでも、いい歌にできそうじゃないの、うん、そう、気がつけばいい歌になってるっていう、うん、でもあんまりいや不毛な道かなと思って。ここが好きな最後の、戻るんですよ。友達の炎天下、老婆が歩いてる、振り向けば同じ場所にでも人類の 99% は何もなさずに死んでいくわけで、そうそうそう、なんかそういうことを、そういうことを陽水っぽく、うんうん、歌うと陽水歌ったら全然成立すると思うよ、きっとねえ、なんたってあの声で歌われるとね、小春おばさんですかね、はい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 、あと、エミさんからスパチャが届いております、うん、今日没曲再検討会ですか、新曲発表会みたいですよって1220円いただいております。いや、多すぎですよ、1220円は我々にとっては全部新曲ですからね。いやいや、ありがとうございます。でもこの間のね、あのライブでも思ったんですけど、ね、40何人来ていただいて、はい、初めて見る方いらっしゃいますかって言ったら、で半分ぐらい手を挙げてたから、うん、ってことは新曲なんかやんなくていいってことじゃない。いや全部新曲なんだから。まして藤巻君自身がもう新曲になっちゃってから送られる言葉とかはもう新曲のつもりで初々しく間違えるし、そんなもうコロナ2、3年ぶりでしょ、あれ2年ぶりなんかもう全部新曲バージョン2022だから、そうそうそう、なんか一晩寝ると何もかも忘れる人だからね。3年経ったらもう何すべて新曲、すべてデリート、酔い越しの記憶はもう持たないからね。じゃあ毎日ライブやりましょうか。毎日やりましょう。昨日もやったっていうのは全然演奏して途中でやめたっていうのは多分見てた人は相当ストレス溜まったと思う。あれはもう次は絶対聴きたいっていうか、 あの曲についてはやっぱりみそぎをかけないといけないと思う。あ、いつかの夏って新曲でね。そうだね。あ、だからあれ、はい、ね、前言ったようにカラオケっていうか、あのちょっと配信にしましょうよ。あの
生じゃなくてね。いや生ライブでももちろんやりましょう。生いやいややるもやりましょう。いやライブでもやりましょう。藤岡さん怒っちゃったから途中でやめちゃったから。配信しましょう。あれについてはあの見てた人はやはりあのストレス溜まって、 あれ一体どうなんだよ。本当申し訳なかったと思うんですけど、って思いましたよ。あの絶対もう俺も怒ったわけじゃなくて、もともと自信がなかったんですよ。あの伝わるかなっていうね、いつかの夏でも思い出すボケたじいさんの歌なんですけど、ボケがさっき の、 あの川の流れのようだみたいなもんで、あの、うん、聞いてると分かんないね。聞いてるだけだと。そうね。まああれについてはでも急ぎをかけてほしいですよ。急ぎね。なんかセロガンが出したアイデアで最後にこうね、ちょっと客席とのやり取りまで持っていけたら面白かったもんね。まあライブかな。ライブでやりたいじゃないですか。いや次は頑張ります。やりましょう。そう、エンディングのにもう。オチがね、そうそうそう、絶品のオチが待ってるんで、待ってたんですよ。そこまで言ったらやんなきゃ。リアの時にそこばっかり練習したんですよ。川島君と兄さんも。オチのためにね、前振りがちゃんとしないと落ちないんだよ。エンディングだけ練習したからな。うっかり出だしを練習しながら歌うんだよ。なんだ変なとこに落とし穴があって。でもね、今日のこの企画のテーマなんですけど、ボス曲、うん、やっぱソセイランゾーの時代にこうメモで作ってたんですよ、うん、メロディー間違えましたし適当だったんですけど、ソセイランゾーって大事だなと思ったのはあれですよ、吉田拓郎さんでも馬って覚えてます？馬が走ってる、馬が走ってる、でっかい鼻の穴を広げて馬が走ってく、馬がへをこいた、馬がへをこいた。これですよ。これで終わるね。これで落ちないんですよ。だからいかに蘇生乱造の中にこう名曲が転がってるかっていうのは、ビートルズで言うと、五郎さん反対しますけど、ホワイトアルバムなんか7割俺クズ曲だと思うんですけど、本来ボツ曲ファンはもう絶対許さないで、うちの神さんそんなこと言ったらもう離婚ですけどね。でもとにかくビートルズ 2年半でしたっけ、活動自体。アルバム出してたの 2年半ぐらいじゃないですか。あ、もっとだ、4年半。62年から76年、7年半か。いや1年に2枚出したんですよね。まあ長い早いペースで、はい。そしたらもう、ね、いいわに言ってらんないんですよ。まあルーティンでね、どんどんで、それこそボツになった曲もあると思うんですけど、そういう作業が必要なのかなっていうのをこのボツ曲探してて、どんなバンドもそうですよね、うん、デビューアルバムが一番いいよね。それまで書き溜めてたやつがで売れたりしてどんどん出していくと、もうやっぱりルーティンで出さなきゃいけないから蘇生になっちゃうね。それはね、レコード会社にいた身としてはもうしょうがないんですよ。売れたら、うん、出せば売れるわけだから、うん、新人よりはるかに見込めるわけじゃない。2、3割いい曲あったらね、とにかく出せと、内容なんかもうヘでもいいからみたいなことになっちゃうんですよ。ね、でもデビューアルバムはもう渾身のもの作るからね、それまで書き溜めたやつは。やっぱデビューアルバムが一番いいんだよな。それをだから、ついて言うとビートルズは覆したよね。ああ、まあそれはそうだよ、うん、はい、ここはすごいところね。はい、ジュンジュンさんからスパチャーいただいておりまして、はい、採用までの健康診断、面接などなどなんとか通過でようやく来月から働けますって500円スパチャーいただいております。ああ、ジュンジュンさんおめでとうございます。ありがとうございます。あ、よかったですね、働く、はい、でも来月からだって、まあ、収入ないので500円もらってしまう。なんか申し訳ない。先行して500円いただいてしまった。あ、そんな収入のない人から500円もらわなきゃ、ね、大丈夫ですよ、俺たちももう年金もらって大丈夫。そんなにね。まあそんなこんな、あ、もうあっという間に1時間ですね、今日は。そうですね、ね、これでまだその1020何アイテムの半分ぐらいなんで、まだまだこの 2回目できますよ。いや、ぜひやってください。今日は割とでも評判が良かったんで、もっとひどい曲、馬が走ってくるみたいなレベルのやつを、レベルのやつがね、拓郎レベルのやつ、拓郎レベルの僕はハイライトを吸ってますんで、両方鬼の顔で見ています。あれもさ、それだけだよ。そうだよね、あと何も展開していかない。なんだっけ、なんだ知ってたのか。
だからやっぱそういうのは無駄玉が大事だと。そうですね。そあいらだからアルバム曲の中のこう本田箸休め的な意味なんだろうね。でレコード会社からせつかれて出せアルバム出せって言うから、どんどん10曲か12曲ぐらいしなきゃいけないって言うんで、もう蘇生ランドなんてもんじゃないですよ。そうだよね。その中に、まああの旅の宿とか、どうしてこんな感じだろうと、そういう名曲が入ったりするわけですから。そうですよね。うん。何でもかんでも垂れ流しですよね。ということで、あの次回またこんなことを やったら楽しいかなと。はい、楽しみにしてます。今日もありがとうございました。ありがとうございました。また。